はい、ではですね、今回は植木鉢を数点作ってみます。陶芸教室、東橋さんです。よろしくお願いします。まずは土殺しをやってますね。サクッと土殺しをしてみます。植木鉢はね、比較的陶芸家ならみんな多分同じこと言うと思うんだけど、難しいか簡単かって言われたら、まあ、部類としては簡単な方に入りますね。で、理由としてはまず厚く作れる。陶芸ってね、やっぱ薄く作ったり上に引くほど難しくなるんだけども、ある程度植木鉢っていうのはあんまり薄く作っちゃうと土を入れるんで、なかなかね、厚みがある程度必要ですから、厚く作れるっていうことに関しては比較的簡単な部類ですね。あと、そこに穴を開けるので、土締めとか、その底に対しての気遣いが、普通の器よりはいらないっていうね、とこですね。はい。じゃあ、まずこれは普通に引いています。これはシンプルに丸く引いて、で、後で削りでちょっと調整したいと思いますね。削りっていうか上の方をカットして、アクセントをつける感じですね。なんで形はちょっと素直な形で引きました。まあ、実際もっとこれより厚くてもいいんですよね。ついついね、やっぱり食器なんかもそうなんだけど、薄く引いて軽くしようっていう風な癖がついちゃってるから、どうしてもね、厚く引くことがまあ逆に難しかったりするんですよね。はい、これ弓を使って、実際これ引いてすぐだとうまく切れないんですよね。形も崩れちゃうし。でもまあ撮影中でね、これ後でまたやると結構面倒なんですよね、撮影が。なんで今、こうやって切っちゃいますね。これね、映してるつもりなんだけど、あ、外れちゃってるよね、上に。でもまあ、こんな感じですね。さあ、2点目です。今度はちょっとデカめなやつを。ちょっと大きめに。で、これだん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 上に行き過ぎちゃって、ちょっと上がね、切れちゃうんですよね。すいませんね。バシッと設定したんだと思ったんだけどね。実際、しかもこれ撮ってる時ってわかんないんですよね。カメラ、レンズでしかこっち向いてないからね。で、真ん中に筋をつけて、ちょっとね、側面から形を変形させるっていう感じですね。まあ、これはオーソドックスなやつですね。可もなく不可もなく。基本的な植木鉢。ちょっとね、上が切れちゃってますけどね。はい。じゃあ、こんな感じで、今回は2つ作りました。後ろのやつはですね、次の動画でアップしますのでね。はい。よろしくお願いします。